こんばんは、ポップブランピーのコイドです。えっ、ー、と今日は12月9日土曜日のお店を今閉めてからちょこっと動画を撮ろうかなと思って久しぶりに夜撮影しています。なんか若干すごくすごく楽しい一日で疲労感なんですけど、えっ、ー、とポップアップの紹介していこうと思います。 えと以前もちょっとだけ告知しました。12月9日、今日から17日、来週の日曜日まで冬の本とおやつの会というポップアップをやっています。えっ、ー、と。 お二方とも店舗は持たれてない方なんですけど、えー、と稽古ベーカリーさんちょっと後ほど映しますおやつを作ってくれている稽古ベーカリーさんと,、えー、と古き良き本古本絵本のしおさんに今回は来ていただいてます。えー、と本は初めてなんですけどなんかすごく楽しい一日でお客さんがこう悩まれてるの一緒に見たり私もすごい見たりめちゃくちゃ楽しかったです。あの 以前来ていただいた時に、えー、とちょっとお話をしてあの私がどんな本が好きとか本は好きだけど私はすごい偏りもあるし全然たくさんの本を読んでるわけじゃないけど、えー、とそんな、えー、とこんな本が好きですとかこんなのが好きですとかいう話をさせていただいたりうちのお客さんこんな方が多いですよとかいうあの話をして。 あの選んでくださって選ぶのも楽しかったし並べるのも楽しいしとおっしゃってましたでなんかそんな感じであの並んでいる本棚を眺めると「この辺私めっちゃ好きな本ばっかり」って思って言ったら「この辺はちょっと狙い撃ちしに行きました」と言ってくださってなんか気になってる作家さん気になってる本とか「知らないけど絶対好き」みたいな本がたくさん並んでたりで えと雑誌とかもあったり絵本もあったり今ちょっと画角の関係で映ってないんですけど一番下の棚には「古書」っていうあの古い本があったりとかいろいろですであのなんだろう並べるのもきっとあの思いを持っていろいろ並べられてるのであのそんなの見るのも楽しいしあなんか。 猫好きなんだなっていうのも本棚を見てなんとなく分かったりそんな感じであのすごく えっとシオさんと今日来てくださってで本棚眺めながらいろいろお話しするだけでも楽しかったし、なんか知らなかった素敵な本たちがたくさんあるので本好きな方にはぜひ来ていただきたいし、ぜひ長居をしていただきたいなと思ってます。こんな感じです。で、えっ、ー、と明日日曜日中10日の10時半からちょっと動画のアップが間に合うかどうかちょっと多分間に合うかな。10時半からえっ、ー、とキッシューとえっ、ー、と コーヒーーヒのモーニングセットもちょっっとと特別にやろうと思ってます日曜日は通常12時オープンなんですけど、まあ、モーニングライドとかよくお客さんと外にモーニング食べに行ったりしてるやつのちょっとお店でやるバージョンという感じでちょっとやろうかなオープン前の時間を使ってそんなこともやろうかなと思ってますので気になる方是非見にいらしてください。じゃあちちょょっっっととと本棚ゆるっとちょっと 移して、今度向こうのゾーンに行こうと思います。まあ、見てからの楽しみにしたいという方は、ちょっとピッと飛ばしてください。はい、じゃ、あ移ります。はい、こんな感じです。本棚見るのって、やっぱりちょっと楽しいですよね。あの、実は、今日は、あの、ここに。えっ、ー、と、カレーライス餃子ビールって、私が狙ってた本があったんですけど、それはなくなってしまいましたが。引き続き、素敵な本がいろいろ揃ってます。はい、続いて、けいこベーカリーさんです。 ちょっとこうなんだろうなお店の構造の都合上正面から映せないのでなんとなく雰囲気しかお伝えできないんですけどえー、と私の大好きなドライフルーツのクグロフとかチョコレートケーキレモンマドレーヌレモンドリズドリズルケーキ。 っていう私初めて今日知ったんですけどイギリスの伝統的なレモンケーキのドリズルというのが「滴る」っていう意味だそうで名前の通おり滴るほどのレモンシロップがたっぷり入っているというあかかってるのかなあのレモンドリズルケーキ名前もすごく素敵ででそんなケーキとか、えー、と木の実のケーキそして、えー、とポップグランピークッキーこんな感じの今回オリジナルでまた持ってきてくださいましたはい。 美味しいおやつがたくさんあるのでぜひぜひあのご自分用にも贈り物にもお土産にもぴったりだと思うので、えー、と見にいらしてくださいまあ焼き菓子はなくなり次第なのであのお早めに明日にでも仕事終わりとかにでもちょっとお立ち寄りいただければなと思いますはいそんな感じで今日はすごくしゃべったので喉がイガイガですが動画は終わろうと思いますまたぜひあのお店に遊びにいらしてください では今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。